話せるようになるには TOEIC と英検どちらがおすすめ？この前提で導き出した結論を紹介していきます。 Hey, hey everybody, it's Dana from DES。 今回は TOEIC と英検はどちらがおすすめ？これについて日本で10年以上英語を教えてきた私が結論を導き出したので皆さんに紹介したいと思います。 First of all, let me introduce myself.As I don't think anyone would find this video very convincing if I proceeded without doing so. I was born and raised in Romania, and I have been working in Japan for more than 10 years as a language professional who has mastered 6 languages. Teaching English based on my experience of mastering those 6 languages has led to my students acquiring a high level of English proficiency. They got job offers at famous foreign companies, including airline companies, where they work as flight attendants.As well as obtaining permanent residencies abroad. Furthermore, at DES, Dana's English School, which opened in 2021, many of my students have achieved the AKEN and TOEIC scores shown here in just a few months. いかがでしたでしょうか？私が英語に精通していることを理解していただけましたでしょうか？ここまで説明しても自己紹介をしただけでは何を基準に比較したの？きちんとした根拠はあるの？多くの方はきっとこのように疑問に思いますよね。だからこそ今回はまずはじめに前提条件を共有し、その後に結論の紹介に入ります。まず早速質問なのですが、皆さんは何のために英語を勉強していますか？明確に答えることができるでしょうか？学生の方ならいい企業に就職したい、時間があるから英語に取り組みたい、留学前にある程度の英語力が欲しい、このように思ってるのではないでしょうか？社会人の方なら海外で働きたい、キャリアアップさせたい、資格を取って給料をアップさせたい、このような目的で英語を勉強している方がほとんどなのではないでしょうか。そしてこれらを一言でまとめると、英語を話せるようになりたい、皆さんが英語を勉強している目的はこれで間違いないですよね。もしかしたら全く話せないでいいからとにかく資格だけ欲しい、このように思っている方が一定数いるかもしれませんが、ほとんどの方の目標は英語を話せるようになる、これだと思います。そして私の動画を見ているということは、多くの英語学習者の中でも特に英語へのモチベーションが高い方なのではないでしょうか。 If you're not serious about learning English, you will not watch videos like these. My 10 or so minute videos contain only essential English related things, and there is not even a second of funny entertaining elements in them.If you want to have a good time, you should watch Hikakin TV. 話を戻しますが、このように特に英語学習のモチベーションの高い皆さんの目標は英語を話せるようになりたい、これで間違いないと思います。だからこそ今回の動画では、英語を話せるようになるには TOEIC と英検どちらがおすすめ、この前提で導き出した結論を紹介していきます。 TOEIC と英検どちらがおすすめ、今回はこの内容について No.1 結論、 No.2 具体的理由、 No.3 実践演習、この順番で紹介していきます。 1.5 倍速で聞けば10分程度の動画です。ぜひ最後まで見ていてください。 Let's get started。TOEIC と英検どちらがおすすめ？もったいぶっても仕方がないので早速結論に入ります。大切な部分なので絶対に聞き逃さないでください。英語を話せるようになるためには 100% 英検に力を入れるべきです。絶対に忘れてほしくないのでもう一度言います。英語の資格を選ぶときは絶対に TOEIC ではなく英検、これに注力してください。わかりましたか？でもいきなり絶対に英検をやりましょうと言われても、会社でTOEIC が指定されてるんだよ、具体的になんで英検なの、このように思う方が多いですよね。だからこそ今回はまず簡単に TOEIC と英検の違いについて理解していきましょう。まずは TOEIC。 TOEIC はリスニングが495点、リーディングが495点、合計990点のテストです。 TOEIC の特徴は主に2つで、 1. 全員同じ問題、 2. リスニングとリーディングの2つのみ、こちらになります。一方で英検はリーディング、ライティング、リスニング、スピーキング、これらの総合力で合否が判断されるテストです。英検の特徴はこちらの2つです。 1.
レベル別に試験内容が最適化。2、4技の全てのスキルが必要。大体理解していただけましたでしょうか？それぞれの特徴を比べると明らかですが、TOEIC は全員同じ問題を解くのに対し、英検はレベル別に試験内容が最適化されています。わかりやすく説明すると、TOEIC は英語初心者とアメリカに10年住んだ帰国子女が全く同じ問題を解くのに対し、英検は5級から1級までの7段階のレベルに分けられており、自分に合ったテストを受けることが可能です。さらに、TOEIC で大切なのは、Listening と Reading の2つのみですが、英検はそれらに加えて、英作文と英語面接が必要になります。英語を話せるようになるには、アウトプットの量を増やす。これが最も大切だと私がいつも言っていますよね。特に、スピーキングのある英検は、本物の英語力を鍛える素晴らしい機会です。英検2級と TOEIC 600点は、同じレベルだと言われることがありますが、私は全くそう思いません。たとえ、TOEIC 600点を取れたとしても、それは、Listening と Reading のみのスコアなので、多くの方が600点を取ったけど、英語全く話せない。このように言います。皆さんの周りにも、このように言っている方がいるのではないでしょうか。However, those who pass AKEN Level 2, those who pass the English Composition and English Interview are obviously able to use English. So, if you cannot speak English, you cannot pass the test, right?After hearing all this, it should be clear to you which you should focus on, TOEIC or AKEN, right? しかし、ここまで論理的に説明したとしても、でも会社では TOEIC しか認められないんです。このように質問してくる方が一定数存在します。でも安心してください。AKEN で必要な4スキルさえトレーニングしていれば、TOEIC 600点なんて勉強しなくても達成できます。実際に私の DS の生徒たちは、AKEN の勉強しかしていないのにも関わらず、TOEIC で高得点をゲットしています。え、勉強しないで TOEIC 600点？このように思う方もいると思いますが、そのぐらい英検イコール本質的な英語力ということです。皆さんに英検の重要性をもっと理解してもらうために、実際の英語面接の問題に一つだけチャレンジしてみましょう。これさえ行えば、TOEIC の勉強は絶対に NG。このように私が発信する理由がわかると思います。それでは早速問題に入りましょう。今回は YouTube 動画なので少し省略しながら説明しますが、英検2級の英語面接の形式は、1、英語で書かれた絵を見る。2、その状況を英語で説明する。このようなものです。言葉で説明しても退屈だと思うので、実際に皆さんにも挑戦してもらいましょう。実際に使われる3コマの絵はこちら。このシーンを見せられると、面接官にこのように言われます。Now, please look at the picture and describe the situation. You have 20 seconds to prepare. Your story should begin with the sentence on the card. つまり、要約すると、これらの絵を20秒見た後に、そのシーンについて英語でプレゼンテーションしてください。このような意味になります。いかがでしょうか？問題を一つ見るだけで意外と多くの方が英語でプレゼンテーションか。結構難易度高いな。このように感じたのではないでしょうか？でも安心してください。おそらく TOEIC 800点レベルの方でもアウトプットのトレーニングを全く行っていない方は意外と難しいかも。英検2級を結構舐めてた。やばい。合格できないかも。このように思っています。多くの方にとって TOEIC 800点は超高得点だと思いますが、実際はこのレベルのアウトプットすらできない英語力なのが現状です。しかし日本では TOEIC 800点を取ったら、お前すげえな。〇〇くん TOEIC 800点らしいよ。このように周りから称賛されるのが現実です。Don't you think that's wrong? I believe that AKEN level 2 is 100 times more valuable because it allows you to express exactly what you think in English. What's your opinion about that?この現実を聞いても、TOEIC 600点や800点を目指しますか？それとも英検で、総合的な英語力を身につけるためのトレーニングを行いますか？本物の英語力を身につけて、将来英語を話したいと思っている方は、絶対に英検にフォーカスしてください。それでは話を戻します。今回は、こちらの画像を見て、英語でプレゼンテーションを行います。最初は難しいと思うので、私がコツを紹介します。まずは画像を見てください。こちら
の部分に何か書かれています。これを日本語訳すると、最初は、One day, the Sasaki family went to an art museum that offered childcare services からスタートしてね、このように書かれています。だからこそ、最初はこのフレーズから始めます。さらに一コマ目では、佐々木さんが奥さんに、They'll take care of our baby while we look around このように言っています。これらの状況を整理してつなげると、一コマ目の説明は、One day, the Sasaki family went to an art museum that offered child care services. Mr. Sasaki said to his wife, They'll take care of our baby while we look around. このようになります。やば、長すぎ。こんなの自分ではできないよ。このような方もいると思いますが、よくよく見てください。一つ目の文章は指定のセリフを音読しただけです。さらに、次の文章もオリジナルで作ったのは、Mr. Sasaki said to his wife、この部分だけです。このように英検の英語面接には文章を構成するコツがあるのです。一コマ目の文章でオリジナルで作ったのは Mr. Sasaki said to his wife この部分だけだったようにしっかりとトレーニングすれば誰でも簡単に英語のプレゼンテーションを行うことが可能です。だからこそ私のレッスン生たちは英検2級や準1級の英語面接に一発合格しているのです。すごいと思いませんか ?TOEIC 800点レベルの方でも難しいと思う問題をコツをつかむだけでこんなに簡単に答えることができるのです。これなら自分もできるかも。このように思った方も多いのではないでしょうか。答え方は分かったけど、英語がスラスラ話せないよ。このように思う方は、こちらの動画をチェックして、トレーニングを行ってみてください。Although this video is a listening video, most of what is explained in it is about speaking methods. Reproduction, in particular, has become a super effective study technique that many people don't even know exists. I strongly recommend you to put it into practice.それでは2コマ目に進む前に一つお知らせです。こちらの公式 LINE に登録すれば、私が6カ国語をマスターした方法、そして外資系企業や CA に内定、海外永住権獲得など、高い英語力を身につけたレッスン生たちの勉強法をまとめた 100% 成果の出る英語コーチングを無料で配布しています。今後は無料配布の中止も予定しています。さらに私の公式 LINE では、今回紹介したような英語の本質的な情報も定期的に発信しています。概要欄に URL があるので、今のうちにぜひゲットしてください。それでは2コマ目に進んでみましょう。しかしこれ以上詳しく説明しても皆さんが退屈になるだけですし、1コマ目である程度のコツをつかんだと思うので、ここからはスムーズに解説していきます。詳しい説明は私が運営している DS で行っています。それでは話を戻して2コマ目に進みましょう。こちらを英語で説明する場合に注目するポイントは主に3つで、1画像に書かれている10 minutes later を使う。2. 音はバッグをどっかに預けるということを日本語でイメージ。3. 妻は美術館を楽しみにしているということを日本語でイメージ。これだけです。これらの3つのポイントを英語に置き換えてつなげると、10 minutes later, Mr. Sasaki was putting his bag into a locker. Mrs. Sasaki was looking forward to seeing the paintings with her husband. こちらのようになります。いやいや、一気に難しすぎ。このように思った方は、先ほど紹介した 100% 成果の出る英語コーチングを概要欄にある公式 LINE からゲットしてみてください。必ず役に立ちます。それではラストのシーンです。ラストのシーンで注目するポイントも主に3つで。1. 画像に書かれている2 hours later at a gift shop を使う。2. 夫はおもちゃを選んでいるということを日本語でイメージ。3. 妻は子供を心配しているということを日本語でイメージ。これらの3つのポイントを英語に置き換えてつなげると、2 hours later at the gift shop, Mr. Sasaki was choosing a toy for their baby. Mrs. Sasaki was worried that their baby might be crying. このようになります。いかがでしたでしょうか?今紹介したことさえ答えることができれば、皆さんは英検2級の英語面接に満点合格することができます。ちょっとここまでできるイメージが湧かない。このように思っている方も安心してください。私の運営している DS では、これまで英検2級の英語面接に落ちた方は一人もいません。全員英語力の低い状態からのスタートで、中には英単語すら全く覚えてない主婦さんもおられましたが、結果的に一発合格しています。なぜだかわかりますか?それはアウトプット中心の
学習、これを日常的に行っているからです。それに比べて皆さんの勉強法はどうですか？単語帳を何ヶ月も勉強する、リスニングを聞きまくる、長文問題をたくさん解く、このようにインプット中心の勉強になっているのではないでしょうか。それではいつまで経っても英語力がつくことはありません。逆に普段からアウトプット中心の学習さえしていれば、対策なしでリスニングが聞こえる、対策なしで長文が読める、このような本物の英語力が身につきます。つまり最初に紹介したように、 TOEIC の勉強をしなくても TOEIC 600点を取れる、このようなことが可能なのです。だからこそ TOEIC か英検か迷ってる方、会社で TOEIC を指定されている方、どちらの方も絶対に英検に注力するようにしてください。そのようにすれば、皆さんの目標とする英語を話せるようになるという目標に向かいながら資格をゲットすることができます。その証拠として何度も紹介していますが、私が運営している DS では英検2級や準1級に一発合格する生徒が続出しています。ぜひ私を信じて英検を受験してみてください。それでは今回の動画を終えようと思うのですが、一つ言い忘れていたことがありました。英検に申し込みをしようとすると、1. 通常の英検、2. 英検 SCBT、 この2パターンの英検が存在していることに気づくと思います。結論から言うと、私の勧めは英検 SCBT です。SCBT がおすすめの理由は主に3つで、 1. 1年中受験可能、 2. 受験会場が豊富、 3. 1日でテストが終わる、こちらになります。まずは1と2です。 In addition to the fact that the regular AKEN is held only 3 times a year, the number of test sites is limited. Even if you are motivated to take the AKEN SCBT, it would be a waste if the next date is only 3 months away. However, with the AKEN SCBT, you can take the test almost every day at different locations throughout Japan.Even in Okinawa, the smallest prefecture in Japan, there are 12 test sites to choose from. There are probably many test centers in your prefecture as well. また、3のテストが1日で終わる点もメリットとして挙げられます。In the regular AKEN, the first and second examinations are set on different days. Therefore, you have to take 2 days off to take the exam. This is especially difficult for housewives and working people, isn't it? That is why you should definitely choose the SCBT when taking theAKEN. Whichever way you take the test, it will be certified as an official qualification, so there is no need to worry about that either. この情報を知れただけでも、今回の動画を見る価値があったのではないでしょうか。まだ高評価をしてない方は、ぜひグッドボタンとコメントをお願いします。また、英語面接以外の詳しい AKEN の勉強法については、皆さんのリクエストが多ければ、また今度動画にしようと思っています。英作文のコツが知りたい、どの参考書がおすすめか知りたい、このような質問があれば、ぜひコメント欄か公式 LINE からご質問ください。できる限り全ての質問に回答します。今回の動画は TOEIC と英検はどちらがおすすめ、こちらのテーマでしたが、いかがでしたでしょうか。6カ国語をマスターした言語のプロフェッショナルの私だから言えますが、正しい勉強法さえ継続できれば、英語をマスターすることは難しいことではありません。それにもかかわらず、多くの日本人は自分たちの英語の勉強法が間違っていることになかなか気づきません。そのギャップを埋めて、一人でも多くの方に英語をマスターして理想の人生を歩んでほしい。私は毎日このような気持ちで SNS を発信しています。まだまだ影響力が足りませんが、私の動画は多くの日本人の役に立てると確信しています。その証拠に、今はまだ数百回しか再生されていませんが、こちらのような素敵なコメントを多くいただきます。私の発信する勉強法を信じて継続すれば、周りの人よりも圧倒的なスピードで英語力がアップすることを約束します。そしてもし独学での勉強が辛いと思ったら、私が運営している DS に入学してください。 DS の入学生募集は数ヶ月に一度しか行っていませんが、こちらの公式 LINE では英検、TOEIC、英会話など、あなたの理想の英語力が手に入る最高の情報と環境を用意しています。今なら私の優秀なレッスン生たちの勉強法をまとめた 100% 成果の出る英語コーチングを無料で配布しています。今後は無料配布の中止も予定しているので、今のうちにぜひゲットしてください。それでは最後に今日のまとめを行いましょう。今回伝えたい大切なことは全部で3つ。 1. 資格は英検に注力する。2.
2. アウトプット中心の学習が大切。3. 英検 SCBT を受験する。この動画が皆さんの英語力アップに少しでも貢献できたら嬉しいです。Thank you so much for watching the video till the end. And if you like it, don't forget to hit that like button. See you in my next video. またね。今日のスラングはこちら。みんなわかるかな？チャンネル登録もグッドボタンもよろしくね。Thanks for watching, guys. Bye bye.